お疲れ様でしたアネット・バーンズ役のかな美香ですなんだかものすっごい濃い作品でした、えー、でもさすがにちょっとヘトヘトになってしまいましたがさあこれからはみんなで飲みに行く時間だ末永くどうぞよろしくどうもクリアおめでとうございますヒューイ・フォスター役の川田真嗣です えー、くれぐれも、えー、これはあのー、ちなみに関西弁っぽい言葉ということでやらせていただきました関西弁ではありません細かいご指導ごべ達は控えてくださいと <laughs> 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 いうわけで、えー、<laughs> 本日はどうもお疲れ様でしたありがとうございましたモニカ役の南尾美です、えー、今回モニカを頂い,いてですね なんかすごい可愛らしいお嬢さんなのかしらんと思っていたらですね。可愛らしいんですけど、ちっちゃいとか、ちびすけとか言われるんですね。まあ、それは、それはいいや。それはいいやと思うんですけど。でも、すごく本当に、あの、凛としていて、あの、本当に、本当にもう、そうだな、小学生とか中1ぐらいですよね。歳で言ったら中2ぐらいか。ん中1、そんなぐらいです。小 6? <laughs> 小6か。 小6、12歳ぐらいでしょね、1、2歳っていうふうに聞いてる。でも、あのー、今、どこに聞いてるんだっていう噂もあるんですけど、<laughs> でも、本当にあの凛としていて、やっていてとっても楽しかったです。そして、えー、皆さんと一緒に、あの結構、ああの 撮るときっていっぱいいっぱい一人一人で撮ってたりすることが多いのですが今回は皆さんと一緒にやらせていただいて本当にあのモニカをこうパッと絵で見たとき全員がガッと「ねおみちゃんモニカって指切らないのかな?」とか <laughs> あの武器を持っているんでね <laughs> みんなに言われたりとかですねあと、えー、皆さんそうだな全部聞いていただければわかると思うんですけど「蝶さんがいっぱいでおみ的に嬉しかったです」。 以上ですえー〜ビクトル・ロイドをやらせていただきました鈴木です、えー、実はこういう老けた役は大好きで結構遊べたりするんで好きなんですけれども、えー、結構今日は楽しくやらせていただきました、えー、設定ではあの50歳って書いてあったんですけども今日やったのはどうも780歳の老いぼれじじいって感じでしたけども、えー、本人は真剣にやっておりました またこんな役をやってみたいなと思っております。えー、ありがとうございました。皆さんこんにちは。お元気ですか？<laughs> あの月の精霊使いやのあ、ごめんなさい。月の精霊使い立花弥生をやらせていただきました。高橋美紀です。<laughs> あの私がいただく役はいつも普通の人間の役がとても少ないんですが今回も台本を頂い,いてやっぱりと思いました <laughs> でもあの美子さんルックの役なんてこう滅多にできないと思うのでコスプレをしているような気がして <laughs> とても嬉しかったです それともう一つ嬉しいことがあってあのちょうどこのお仕事頂い,いたのと同じ時期にプレステ2をプレゼントして頂い,いたのでめったにゲームをしない私なんですがこのグローランサーはぜひプレイしてみたいと思っています頑張ります皆さんは何回も頑張ってくださいだみんなオシン役の小安武人ですクリアおめでとうそして俺。お礼 いいっしょ <laughs> というわけでみんなまたねバイバイはい、えー、ミシェルリーダブルク役の清水香里ですお疲れ様でしたあの今回はミシェールちゃんは自由を奪われた免疫不全症の子とっても儚げな女の子なんですけどあの本物の香りは 全然そんな儚げではないんで、もしどっかで見かけたときにあの違うじゃないかよっていうのは言わないでください。あのこれからも元気に頑張っていきます。お疲れ様でした。オルフェウスリードブルク役の、えー、吉野弘之です。オルフェウス、えー、とても動感なんですけども、僕はとてもこのキャラクター気に入ってます。うん、かっこいい。 え、ね、本当にそれでですね僕は普段こういう役はできないんでとても嬉しいですテンション的には今とても低いかもしれませんけど本当はかなり嬉しいんですよええグローランサー3これが発売したら僕は自分で買います買って遊んじゃいますオルフェイスあんまり出てきませんでも見ててくださいねいい役ですよありがとうございました ヴィンセント・クロイツァー将軍24歳をやりました森川敏之です。お疲れ様でした。えー、え、これってあのゲーム終わった方が聞けてるおまけなんですかああ、そうですか。いかがだったですか楽しかったですかね。えー、ということで私はですね、えー、プレステ2持ってないんで、えー、皆さんこ,のこれを聞いてというかですね、 えー、やった感想なんかをですね、ぜひあの、私宛にいただけると本当に嬉しいんですけれども、えそれで私もプレステ2手に入れようかななんて思っておりますけれどもえ、これソフトいただけるんですかあソフトいただけるんですね。えということで、非常に楽しみですけれども、えー、これ、何か特典あるんですか初回特典とか。ああるんですか。<laughs> まあもらえるんですよねそれはね、えー、非常に楽しみでございますけどね、えー、ということで、えー、グローランサー、えー、これスリーなんですね <laughs> ぜひ次回も読んでいただけると嬉しいでございますバーバラ役の吉田コナミです、えー、今回バーバラはお母さんなんですが見かけは二十五歳だそうです <laughs> えー、私はまだお母さんにはなったことがないので、えー、役の中でお母さんがやれるのはとっても嬉しいなと思っておりますまだ私自身はピチピチのギャルなので、えー、こういう人だなって思われるとちょっと困っちゃうかなって感じがするんですけれども <laughs> <笑><笑>そのせいか今日はちょっと雷も落ちたみたいなんですけれども。 えー、ぜひ皆さんに私自身もとってもゲームが好きで、えー、RPG の世界大好きなので、えー、今回はね私はちょっとあのー、主人公側じゃないので、えー、自分を使って「いい!」とか「ギャー!」とかやれないかもしれないんですけれどもその分皆様にはいろいろと敵役として楽しんでもらえるんじゃないかなと思いますぜぜひぜひ皆ささんん楽しででくださいバーンズ役の相澤樹です。 えー、バーンズはアネットの父親で連邦議長なのですが、えー、まだ40歳です。ということはアネットは17歳ですから23の時の子ですね。その頃はどういう青年だったのでしょう。きっと正義感の強い血気盛んな男だったと思います。アネットもそういう血を引いているのではないでしょうか。バーンズの他にもいろいろやってますのでぜひ聞いてみてください。 ケネスそれからジェームズほか、えー、少々いろいろやらせていただきました松本康則でございます、えー、本当にゲームを楽しんでいただきまして皆さんご苦労様ですありがとうございました <laughs> <laughs> 実はこれ収録の時、えー、外はものすごい雷で、えー、本当に 荒、えー、れ来る大自然の中我々は波乱万丈な収録を皆様のために済ませてこれから雷の中命がけでうちに帰ろうと思っているところです <laughs> もしかしたら次で皆さんともう会えないかもしれませんけれどもまあそれはそれで私の人生 <laughs>、えーえー、皆さんの幸多からんことを祈りつつ どうもありがとうございました。失礼いたします。ゲルハルト・オーベル司令役のムギヒトです。一生懸命、えー、勤めさせていただきました。皆さん、えー、応援お願いいたします。さよなら。えー、お疲れ様でした。えー、グランフォード役の藤井博史と言います。えーと、 まあ今回こういう、えー、なんか高青年的役ですね、えー、やらしていただいたんですがなかなか、えー、普段と違う、えー、人物なので、えー、結構難しかったです。普段？え普段悪者。あ普段悪者ですか、うん。なんかガヤがうるさいんでこれぐらいにします。えー、お疲れ様でした。はいお疲れ様でした。<laughs> 皆さんの中のもう一人の役の波川大輔です。 まあ、よく分かりませんけども要するにグレイ役でしたグレイはですね記憶をなくして復讐を誓う若き暗殺者でもありました、えー、皆さんの期待に添えるように頑張ったつもりですのでグローランサー3をもりもり宣伝してくださいねちなみにグレイの声寒いなどの投書はへこみますんで控えめにしてくださいということで本当にご苦労様でした 正義の味方クライブをやらせていただきました志村智之ですクリアおめでとう頑張ったねよかった俺も頑張ったまたね <laughs> ランドルフ役をやりました内田雅俊ですえ今回僕は、えー、こういう声の仕事をしたのがほとんど初めてなので、えー、すごく緊張しましたが 大変勉強になりました、えー、皆さんゲームは楽しんでいただけたでしょうか、えー、また声の世界で皆さんに会うことを楽しみにしていますありがとうございましたえっとラミン役をやらせていただきました堀江優衣ですえっとこれを聞けるということは皆さんクリアされた方ということで、えー お,おめでとうございます素晴らしいです、えー、私が自分でプレーをした時にここまでたどり着けるかどうかちょっと自信はないんですけれども、えー、頑張りたいと思います、えー、今回ラミーちゃんという役は、えー、役に立ったのか立たなかったのかがちょっとよくわからないんですけれども、えー、一緒にこう冒険させていただいてとても楽しかったですこれからも頑張ってゲームしようじゃあ <laughs> <laughs> 腰が浮かばなかったんですすいませんはい <laughs>、えー、皆さんこんにちは長島雄一です <laughs> <laughs> <laughs>、えー、いかがお過ごしですか、えー、何をやったかっていうとですね、えー、使い人のおさ使い人帳他にもいろいろやりました、えー、何をやったかまあ当ててね それじゃあねだいぶあったかくなってまいりました風などひかないようにゲームを楽しんでくださいねいいですねではごきげんよう